無常人人未明の法は百千万号にも相合うことかたし、我今検問し授受することを得たい。願わくは如来の真実義を消し立てまつらん。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。皆さんこんばんは。今日はようこそお参りくださいましてありがとうございます。今日は満席ですね。昇進芸のですね、天神賞って言われますけど、天神菩薩のところをお話しさせていただいております。で、前回途中で終わってしまった三神と一神の問題についてのお話の続きになりますね。で、前でお話ししたことの復習も兼ねながら、お伝えしたいと思います。まず最初にですね、公有本願力恵公異道群上小一心ってありますね。広く、本願力の恵公によりて、群上を度遷がために一心を表すという、ここの部分ですね。この、天神菩薩摂心という方は、本願力のエコーということを明らかにされたんですね。エコーっていうのは何かって、前回もちょっとねお話をさせていただきましたけども、仏教っていうのはね仏教でいう、虚しさっていうのはこれは人に裏切られて虚しいとかね、俺の人生こんな虚しいとかね、そういう虚しさとちょっと違うんですね。仏教でいう虚しさとは一体何かといったら、一人で救われていくことを虚しいって言うんです。だから一人で悟って一人で救われていくことっていうのが仏教でいう虚しさなんですね。だからね、天神菩薩っていう方はね、これは阿弥陀さんのご本願の救いってものはこれは虚しく終わることがないんだっていうふうに、こう言われるんですよ。これ親鸞聖人がね、あれですね、本願力に相乗れば、虚しく過ぐる人ぞなきっていうご和算で明らかにされてますね。本願力に相乗れば、虚しく過ぐる人ぞなき、功徳の崩壊満ち満ちて、煩悩の辱水隔てなしと、こういうご和算があります。阿弥陀さんのお働きにあったならば、虚しく過ぎるということはないんだというふうに、こう言われるんですね。これ福沢十字苦毒っていうふうにこう天神菩薩はおっしゃってるんですけども、これって何をね表してるかといったならば、この虚しく終わらないっていうのは一人ぼっちの救いにならないっていうことなんですね。これまあこのところをね、どんなんだいしって方はね、二つ一応挙げておられるんですよ。一つはいわゆる我々がよく感じるところの虚しさですよ。積み上げてきたものが崩れていったりとかね、一生懸命に求めてきたものが求まらなかったりとかね、そういう虚しさですよね。我々はあれです、いろんなものを求めて、いろんなものを自分の身の回りに置いて、そしてこの人生を充実させようと思って生きてますけども、そういうものっていうのは全部置いていかなきゃならんもんですから、これはやっぱり虚しいですわね。虚しく感じることないですか？終わっていく人生を歩んでるっていう虚しさですよね。これはあれだね、年取っていけばだんだんね、体が丈夫になっていって、頭も冴えていって、いろんなものが手に入っていけばいいんですけどね、あるところからそうでなくなるんですよね。そういうところまで一旦は行くんだけど、こうやってこう逆戻りしなきゃならんわけでしょ。その後は失っていく人生ですもんね。失っていく人生ですよ。見えてたものが見えなくなり、聞こえていたものが聞こえなくなり、覚えていたものを忘れていくわけですね。できていたことができなくなって、そして自分が大事にしていたものと少しずつ少しずつ分かれていかなきゃならんような、そういう人生ですよね。あれですわ、もう昔ね、なんか覚えてるのがね、うちのおじいちゃん80何歳86歳ぐらいまで生きたのかな。
でその時にね、みんなでなんかじいちゃんのね長生きのお祝いかなんかしたんですよ。なんだかちょっと忘れた長い忘れたけどもね、お会いした時にね、おじいちゃん長生きしてよかったねみたいなことを言ったらね、何もいいことないって言うんですよね。でこの年になったら自分の友達が次から次へと死んでいくと、こんな何もいいことなんかない、寂しいっていうふうにこう言ってたと思いますけどもね、虚しいですよね。なんていうか失っていく人生なんですよね。自分がこれが私の生きる糧だと思っているものを全部手放していかなきゃならないような、そういう虚しさってありますね。こういうことをまずドンガン大師は挙げるんですね。でもまあそれだけじゃないんです。それももちろんドンガン大師はおっしゃるんですけども、もっと大事なことがあるって言うんですよ。それは何かといったらね、一人ぼっちで救われていくことだって言うんですね。これはさっき言ったのはね、あれです。自分が大事にしていたものを失って生きていくっていうのは、これは苦しみですね。でそこから我々は救われたいと願うわけですよ。だからね、こんな有限な人生じゃなくて、この永遠のね生が欲しいって思うわけですね。またこんな失っていく人生じゃなくて、その自分っていうものに迷って生きる人生じゃなくって、そういうところから解放されたいってこう思うわけですね。そう思って皆さんここに来られてるんでしょ。違いますか。暇つぶしに来ました。そんなことはないと思うんですね。やっぱりなんかね、ただ生まれてただ死んでいくのかっていう、そういう思いないですかね。何か知らない間に生まれて、何か知らない間に無我夢中で生きて、何か知らない間に死んでいくという、そういう人生っていうものをね、やっぱり虚しいと思って、だからこそ私は救われていきたいんだってこう思うわけでしょ。ところがね、救われていきたいんだってこう思うわけですけども、もっと虚しいことがあるってドンランは言うんです。それは何かと言ったらね、一人ぼっちで救われていくことなんだって言うんですよ。これはドンランっていう人はね、消門っていう言い方をするんですかね、消門って言い方をするんですが、これはドンラン出して面白い方でね、この消門っていう言葉は天神菩薩ね、世親がね書いた浄土論には、出てこないんですよ。これね、出てこないんだけども、ドンラン大師はね、その世親の浄土論を解釈した浄土論中っていう本には29回この消門って言葉が出てきます。これなんかね、とことんこのドンラン大師って方は こだわっていくんです。この消門っていうのはね、この消門って何か言ったら人にぼっちで救われていくことなんですよ。一人ぼっちで救われていくことが最もね、虚しいことなんだっていうね、虚しいことなんだっていうんですよ。で、本願の働きにあったならば、それがね、虚しく終わることがないっていうふうにこう言うんですね。なぜ虚しく終わることがないかといったら、本願力栄光があるからだっていうんですね。こうありますね。こういう本願力栄光ってありますね。そのね、なぜ本願力栄光があるっていうことが、これが虚しく終わらないっていうことになるのかっていったら、この本願、つまりね、阿弥陀さんの働きっていうのは、私を一人の救いに安住させない働きなんです。阿弥陀さんのそのね、本願力栄光自体そうなんですよ。阿弥陀さんって仏さんはどういう願いを起こしたかって言ったら、法蔵菩薩であった時にね、法蔵菩薩であった時に、こういう願いを起こしてるんですね。これ、ここのプリントにも書いてありますけども、18願って書いてあるところですよね。例えばれ仏を得たらんに、十方の史上、死心信仰して我が国に生前と思うて、ないし十年せん。もし生ぜずば、生学を取らち、ただ五役と非謀、消防とは除くっていうふうにこう書いてあります。私が仏になりましたならば、ね、十方の史上、あらゆる生きとし生けるものってことですね。あらゆる生きとし生けるものに、誠の心と疑いのない心と、そして我が国に生まれるっていう、そういう心を起こさしめて、そしてお念仏を唱えさせると。そういうものを必ず浄土に迎え取るっていうふうにこう言うの。もしそれができなかったら、私は仏にはなりませんって言ったんですよ。つまりね、みんなを助けなければ、私も仏にはならないっていう誓いを起こすんです。これは法蔵菩薩っていうのはね。ってことはね、法蔵が仏になる道筋っていうのは、これは全ての生きとし生けるものが救われる道筋と同じ道なんですよね。これそうでしょ。だからね、法蔵菩薩の願いっていうものは、あらゆる生きとし生けるものが皆目覚めていくことが、私が目覚めていくことだっていうの。これは法蔵の願いなんですね。ということはですよ、法蔵のその救いの道、救済の道っていうものは、自分と共にみんなが救われていく道なんですね。これをね、天神菩薩、世親菩薩はね、そのね、本願の働きを受けてね、じゃあね、全てのものが救われていくのが法蔵の願いなんだと、
そういう法蔵の願いを受けて、じゃあ俺も一人で救われていこうっていうふうに、こういうふうにはならないんですよ。この働きを受けたならばね、私もまたみんなと一緒に救われていくっていう、そういう願いに私も目覚めていくんですよ。だから天神菩薩はですね、あまねく諸々の衆生とともに安楽国に往生せんっていうふうにこう言われるんです。これはね、浄土論っていうね、天神菩薩が作られたお書物のね、下門って言ってね、下門って分かりますね、昇進下ってさっき言ったでしょ、あれの下門って、下門のところのね、最後の最後のところに書いたんですよ。私はだからね、一番最初のところはね、我ね、一心にね、無下光如来に奇妙するってね、こうやって言われるわけでしょ。世尊が一心、奇妙人実法、無下光如来っていうふうにこう言われるんですね。で、それで、願生安楽国って言って、私は一心に、阿弥陀仏に、無下光如来って言って阿弥陀仏のことですからね、阿弥陀仏にお任せして、そしてお浄土に救われていきたいと思いますっていうふうにこう言うんですよ。これは阿弥陀さんの働きを受けた姿ですね。ところが、それは一人でお浄土に俺は往生していくぞっていう話じゃない。そうじゃないんですね。そうじゃなくって、そのね、お前をね、浄土に往生させるっていう働きにあった姿っていうのは、あまねく諸々の衆生とともに安楽国に往生せんって、こういうの。だから、この阿弥陀さんのね、あらゆる生きとし生けるものを必ず浄土に生まれさせるっていうこの願いは、私自身があらゆる衆生と一緒に救われていくことなんだっていうんです。だからあまねく諸々の衆生とともにね、私は阿弥陀仏の浄土に救われていくんだ、この働きの中に救われていくんだっていうふうにこう言って、天神菩薩はね、その下門を締めくくっていかれるんですよ。これ非常に感動的なんですよね。だからね、本願の働きっていうものはね、これはね、あらゆる生きとし生けるものと一緒に救われていくって働きなんです。その働きを我々は受けたならば、俺一人で浄土に行ってお前らはまだだねっていう話には絶対ならないんです。絶対にならないですね。ね、俺はね、阿弥陀さんの本願を信じて救われたと、でもあんたまだやろ、あんたまだやね、まだですね、だからこんな話にはもうね、もう絶対にならないんですよ。絶対にならないです。最も本願の働きから遠いものがこの働きに貫かれたと。だから私はね、最も救われがたい私が救われたということは、あらゆる生きとし生けるものが救う働きがこの世界に充満しているということだ。だからあまねく諸々と衆生とともにね、あらゆる生きとし生けるものとともに私は浄土に救われていくんだよっていうふうにこう言うんですよ。このね、あまねく諸々と衆生とともにね、安楽国に往生せんっておっしゃる、どういうものが往生するのかっていうことをね、ドナン大師って方はね、冠不良寿経っていうお経のね、最後のところにね、あれですよ、もう何もいいこともできずに、何も仏教で言われるような修行もできずに、禅も収めることができなくって、親を殺すような罪を犯して、そして最後力尽きて死んでいこうとするときに、やっとやっと仏教を聞くようなやつが出てくるのね。ここで何回かお話ししたかもしれませんね。その人が死んでいくときにね、阿弥陀さんのことを信じようとするんだけども、臨終の苦しみの中で信じることができない。だからもう何もできない人ですよ。何もできない人ですよね。もうあれですね、阿闍瀬なんかはね、自分の親を殺してるんだけども、お釈迦様に会って自分の心を翻して懺悔して、だから反省してね、救われてるんですよ。でももういざもうね、今言ったような人っていうのは反省する暇もないね。もう死ぬって言ってるんだから、自分がいいこと一つもできなくって、仏教なんか何も信じなかったって、なんて俺はことをしてしまったんだって、すいませんでしたってね、あれですよ、懺悔して自分の心を翻すこともできないんですよ。だからもうあれですよ、もう打つ手が全くない状態ですわ。打つ手全くなしです、ね、まだ臨終じゃなかったらね、これからじゃあ仏教一緒に聞こうかって話もできるかもしれんよ。まだ死ぬ直前じゃなかったらね、これからまた一緒に仏教を求めていこうよってこともできるかもしれんよ。でもそれすらもできないでね、もう死んでくっていう人ですわ。その人にね、お前阿弥陀さんを念ずることができないんだったならば、南無阿弥陀仏とお念仏を申しなさいっていうふうに、こういうふうにね、教えられて、声をね出して、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏って10回唱えてようやく救われていくっていう人がいる。
一緒に救われていく人っていうのはこういう人だっていうふうにこうドンランは言ってるんですよ。あまねく諸々と修行とともにね、安楽国に往生せん、浄土に生まれる、ここで言われてる浄土に生まれるって人はどういう人だって言ったら、ドンラン大師はこういう人だと、もう何もかもやることが全部尽きてしまって、全く何もね、阿弥陀さんの願いに応えることができないような、そういうものが最後如来の願いに応えて南無阿弥陀仏と申して救われていくと、共に浄土に往生していくっていうのはこういうことだって言うんですよ。すごいすごいことをおっしゃってるでしょ。これがだからね、みんなと一緒に救われていくっていう私の姿なの。ほぼ最も救われがたいものが救われていくんだったら、全ての人が救われていく、当然のことだと。私一人が浄土の教えに目覚めて、浄土の働きに導かれてお浄土に行くなんて、そんなケチくさい話じゃないって言うんだよ。これはこういうことですよ。これだからね、虚しく終わらないんです。一人の救いには絶対ならないんですね。で、これをこの働きのことを本願力エコーって言うんです。だから本願の働きっていうのはね、これはエコーっていうのは、これは差し向けるっていう意味だと前回説明しましたね。これ大乗仏教の歴史の中でね、出てきた考え方なんですけども、自分の成した善言功徳をみんなにですね差し向けるってことなんですね。これは当然こういうの出てくるはずなんです。だってそうでしょ、だって修行ができるっていうのは恵まれてる人なんですよ。そうでしょ、やる気があってもできない人っているでしょ。聞きたくったって聞けない人もいるでしょ。皆さんこうやってお話聞いてるのは、これ恵まれてる人ですよね。たまたま聞けたんですよ。これ僕らが偉いから聞いてるんじゃないんですよ。たまたま聞けたんで、ね、たまたま聞く機会にあって、たまたま聞くことができたんです、我々は。だからあれです、我々は別に偉いんでも何でもないんで、たまたまそういうご縁にあったんですよね。ところが会えない人もいると。例えば今ね、戦争にいるような人はね、これが仏道修行しろって言ったって、これは無理な話ですよね。親鸞聖人はそういうのいっぱい見てきたと思いますよね。平安時代でね、親鸞聖人は貴族ですから、その貴族のつてをたどって比叡山に出家して修行することができた。ところが普通の庶民の人なんかはそんなこととってもかなわないわけですよね。その日その日生まれて生きていくことに精一杯で、仏道を求めるなんてことは到底おぼつかないと思うんですよ。でも本当だったら、そういう人が救われていくような道じゃなかったら本当の教えとは言えないんじゃないですか。体力もあって知力もあって若くして仏道に出会って山に入って修行できる人だけが救われていくって言ったら、これはまあね、なんていうか差別の教えですね。差別の教えです。これ貴族が救われるとか言ってるのと同じですよね。ただそういう境涯ってものを生きることができたの人のみ救いの道が開けてるって、こんな虚しいことはないって言うんですよ。こんな虚しいことはないって言ってるんです。それはそんなものはやっぱ仏様が泣くって言うんですよ。だからね、エコっていう考えが出てきた。エコっていうのはその善言功徳をなすことができるものがその功徳を差し向けるっていうことなんです。そういうことがもしできなかったならば、これは大乗の教えとは到底言えないです。だから大乗仏教っていうのは、これエコっていうそういう考え方とね、ものすごく深く密接に関わってます。大乗仏教っていうのは、私一人の救いはみんなの救いだと、みんなの救いが私の救いだっていう、そういう仏教でしょ。その仏教っていうものは当然そのね、道を求める者がその功徳をみんなに差し向けることができなければ、そうはなっていかないですよね。そこからエコーっていう考えが生まれてくるんですよね。ところがね、あれなんです。親鸞聖人、今日、ここで学びますけどもね、親鸞聖人はね、私はエコーなんかできないって言うんです。あんだけ修行したん、親鸞聖人は。あんだけ修行したんだけど、エコーなんかできないって言うんですよ。なぜできないかといったら、自分が一生懸命に修行して、求めてやった善言功徳の道なんて、全部インチキだったからって言うんです。つまりね、自分が一生懸命に修行して頑張ってお山でやったのは、結局あれは己が救われたいからやったんではなく、やったんであって、みんなに助かってもらいたいからやったんじゃなかったんだっていうふうにこう言うんですよね。これは我々もそうだね。ここに来てお聴聞するって何かって言ったら、俺が救われたいんですよ ねえ。みんなを救いたいわけじゃないわけ。自分勝手なことなんですよ、これ。極めて自分勝手なことなんですよね。私の中にね、こうやって仏道っていうものを求めていって、その功徳をみんなに差し向けるなんていうことは、
到底できないんです。だから親鸞聖人はこのね、真宗の教えっていうのは不愛好であるって言うんですよ。私にとってはね、不愛好である。こういう、だから私ってもの、そういうエコーってもの成り立たないって言うんです。僕には私に成り立たないということは、じゃあどうするかといったならば、この法蔵菩薩が阿弥陀さんになっていくってことは、これは全てのものをみんな救って、そして私も仏になっていくっていう、そういう教えでしょ。これが本願力エコーであると。私は全くエコーというものは成り立たないけども、だからこそね、本願力エコーっていうものがあるんだと。どうやってもエコーってものはできない私だからこそ、本願が私に南無阿弥陀仏となってエコーされてるんだっていうふうにこう見ていったんですわ。これは本願力エコーって言うんです。もう一回言いますよ、ね、私はエコーできない、できない、絶対できない、まあ、絶対って言ってね、お前そんだけやったのかって言われたら、まあ、何もやってない。でも親鸞聖人はおそらくそういうことを一生懸命考えていかれたと思います。ところが親鸞聖人はそれがどうしてもできなかった。だからね、不エコーっておっしゃった。でだからこそね、どうやってもエコーってものは成り立たない私だからこそね、この本願のエコーっていうもので救われていく姿しか私の救われていく道はないんだと。この本願のエコーってものに任せていく道ってものは、あらゆる衆生がみんな一斉に救われていく道であると。全てのものがみんな救われていく道であると。だからこの道っていうのは決して虚しく終わることはないって親鸞聖人には言われるんですね。これがだから行為本願力エコーってこういうことなの。行為本願力エコーってこういうことなんですね。広く本願力のエコーによりてっていうのはこういうことなんですね。で、群生を土仙がためにとありますね。群生っていうのはこれは生きとし生けるものってことなんです。土仙っていうのはこれはね、救っていくってことなんですね。救っていくってことなんです。よく僕らはね、どしがたいっていう言葉使ってるでしょ、ね、あいつはどしがたいなって言いません？あいつはどしがたいなってね、あれ、まあ皆さん多分ご存知ないと思いますけどね、メイドインアビスっていう漫画があってね、それでね、ロボットが、ね、いつもね、どしがたいって言うんですよ、まあ、知らないですね、すいません。知ってる人誰もいないですか？あ、ご存知。あら、なんかね、あ、よかった、一人だけいた。まあ、こういうネタはやめとけって言われてるんですけどね。でも、まあ、どしがたいって言いますよね。どしがたいってのはもう、あいつはもう救われる手がかりがないって意味で、どしがたいって言うんですよね。だからね、どするってのはこれはまあ助けるってこと、救うってことなんですね。で、群生っていうのはこれは何かといったら、生きとし生けるもののことを群生って言います。その群生を土仙、つまり救うために、一心を表す、一つの心を表すんだと。ね。広く本願力のエコーにおいて、これは阿弥陀さんがあらゆる生きとし生けるものを救って私も仏になっていくっていうね、こういう願いを立てて、そして自分のその仏になる修行の道っていうものの功徳を全部私に差し向けてくださった。これが本願力エコー。そしてそのね、本願力のエコーにおいて、じゃあどのように私にそのね、功徳を差し向けてくださったのかといったら、一心として私に差し向けてくださったんだって言って、これで一心を表すっていうふうにこう書くんですね。じゃあこの一心っていうのは一体何なのかっていう話ですね。これがまあずっとお話ししているところで、これ超重要なところなんですね。で、前回は現代語訳をねちょっと読ませていただいたんですけども、やっぱりね、現代語訳だとね、ニュアンスが伝わらないですね。親鸞聖人の生きた言葉に触れたいでしょ。そうでしょ。やっぱ親鸞聖人って何に悩んでいかれたんかなって、これは僕らやっぱ知りたいですよね。なので原文を載せました。原文といっても書き下し文ですけどね、本当の原文は漢文です。これはね、私も読めません、漢文。理系ですから、もう電子工学科出身なんでね、漢文やってないんです。いやいや、まあ、頑張れば読めるんですけども、すごいしんどいんで書き下し文をここに書いておきました。で、親鸞聖人は一体何を悩んで、どんなことが親鸞聖人にとって問題だったのかっていうことを、まあ、今日なんとかお話ししていきたいと思いますね。まず最初にね、18願文を持って書きますね。一番最初に18願文って載ってますね。たとえ我仏を縁にってね、十方衆生と、例えば仏を縁に十方の衆生と、でこのあと失神、
信用、翼小亜国、内史10年、若不祥者風習小学。これも皆さんそろそろ覚えましたでしょ。遊女五役誹謗消防って最近 YouTube 見てる人からね、ウリオさんは書き順がめちゃくちゃだっていうふうにこう言われてあんまり悔しいんで背中向けて書いてるとこ見えないようにして、これ節が徳物ね、例えばれ仏を縁に私が仏になりましたならば十方の主上、これ約束の相手だね、我々のことです。あらゆる生きとし生けるものは、でそしてそのあらゆる生きとし生けるものにこの心を願うって言って三つの心が出てきます。これが、死神信行翼小亜国っていうこの三つの心なんですね。これはね、まあ、翼小ってとこで、まあ、丸することもあるんですけども、ここは、まあ、翼小亜国までやってます。この3つなんですね。この3つの心を誓われてるわけですね。誠の心になりなさいって。そして、信仰って言いますのは、これは疑いない心なんですね。疑いなく本願を信じていきなさい。そして、我が国に生まれんと思いなさいと。我が国っていうのは、これ、法蔵菩薩が建立する世界ですから、これを浄土って言いますね。お浄土に生まれんと思いなさいと、この3つの心が、ね、誓われるんですね。そして内史10年、ね、お念仏を申しなさいと。で若不祥者風習小学、もし生まれさせることができなければ風習小学、私は仏の悟りを取りません。だから仏にならないって言ったんですね。もし生まれさせることができなければ私は仏にならないって言ったので、唯一五逆誹謗消防、五逆と消防を誹謗するものを除くって言ったんですね。でこれ前もちょっとお話ししましたけども、禅道大師とか法然上人って方はあれなんです、ここの部分とそれからここの部分をまあ除いちゃうんですよ。これをねなんかカットしちゃうんですよ。そしてね、生が名字とか生が名号っていう言葉をその代わりに入れて、これお念仏を唱えなさいっていうことだっていうふうにまとめていくんですね。これはね、本願主意の門とかね、本願加減の門ってこう言いますね。でだからあれなんです、この唯女五略誹謗消防とか死神信行翼小亜国っていうことは除いてしまうんですよ。問題にされなかったわけじゃないですよ。当然ね、禅道大師も法然上人も、まあ、問題にされなかったわけではないんだけども、まああえて除いてしまうんですよね。でね、親鸞上人が教行信証の真の巻っていうところ、今日皆さんで読むところなんですけどね、そこのところで問題にしたのはまさにこれとこれなんです。法然上人とか禅道大師がその本願門を引用するときに省いてしまう部分を親鸞上人はこの教行信証の真の巻っていうところで徹底的に問題にしていくんですよ。それなぜかってことですよね。なぜかってことなんですけどね、これは僕は思うに、まあ、信仰上人のお気持ちを拝察するにね、私は誠の心にも疑いのない心にも浄土に生まれたいという思いにもなれない。なれないのになぜこれを誓ったのかっていうことなんですよ。これ、それ、わかります?あとはね、ここのところもそうだね。五逆と消防を誹謗するものを除くって書いてあるでしょ。親御罪ってのはこれ 親殺しとかね、それから三家を破壊する罪なんですよね。でこれね、親殺しっていうふうにこう言ったらね、皆さんはまあ俺親を殺してないしっていうふうにこう思うかもしれませんよね。ところが親鸞上人はそういうところではやっぱ終わらないんですよね。親鸞上人は親を殺すとかに思うものは五逆を作ったものと一緒だっていうふうにこう言われます。これ大体ね、これ親になってからね、子供に俺は何回も殺されてるなってことが分かりませんか。私妻が入院した時にね、
がんで入院したことがあって、でその時に子供たちのためにご飯を作ってあげたってことあるんですよね。でご飯を作ってあげて出すでしょ。ほんとは子供たちがね、なんか食べないんですよ。で食べないからね、なんで食べないんだよと、お父さんせっかくね、あの今日早く帰ってきてね、スーパー行って買い物して一生懸命作ったのになんで食べないのって言ったらね、こんなまずいの食えへんとか言うんですよ。泣きながらね、食えへんとか言うんですよね。誰も食べないんですよ。であれご飯終わった後にさ、なんか自分が作った料理生ゴミのあれに入れ捨てるでしょ。あれ虚しいね。あれ全国のお母さん毎日あれやってるかと思ったら僕泣けてきた。そうでしょ、一生懸命作ったものまずいとか言って残してさ、それを生ゴミに捨てるってあんな虚しいことないのね。もう今までだからさ、自分で料理作ったって言ったら一人暮らしの時だけだから、人に食べさせたことなんかなかったからね。あれね、あんなに苦しいのかと思った。いかがですか、主婦の皆さん、ご経験あります？みんなあるよね、多分ね、もう何百回って経験するんでしょうね、きっとね。私は一回やっただけで心が折れました。だからね、でもね、あれ結局子供を親殺してるんですよね。切り刻んでるわけでしょ。切り刻んでるんです、親を切り刻んでるんですとか、と思ったら私どれだけ親を切り刻んだかって、もう数知れないですよ。数知れないですよ。僕ね、昔思い出すのがね、なんで私僕のことを産んでくれたんって言ったことがあったん。だからお母さんがね、いやそれはね、子供が欲しいと思って、あなた産んだのよとか言ったらね、産んでくれんかったらよかったのにって言ったことあったん。これ言った時にね、私の母親のね、悲しそうな顔ね、もう僕忘れることができないですよね。その時は分かんなかったんだけどね、自分が親になってから子供に同じこと言われて、その痛みが分かった。産んでくれなければよかったのにって言われたんです、僕も。でその時は僕はね、いやお父さんが産んだんじゃなくてお母さんだからってごまかしたんだけど、そういう問題じゃないわな。だからあれですよね、僕はやっぱ市内署にはそういうことを見ていくんですよ。で消防を誹謗するってことも、あれ全知識愚かに思い死をそしる者をは方々のものと申すなりっておっしゃってるところがあるんだけど、つまり我々は仏法なんか誹謗してないっていうふうにこう思うかもしれませんけども、それは、ね、仏法も鉄砲もあるかとか言ってるだけが仏法を誹謗してんじゃないのよね。信仰っていうものに背いていく、そういう根源的なところで言ったら、私はやっぱり仏法に背いてるんだって親鸞書には見ていくんですよ。そうなるとね、なぜここでね、私は御役であり消防を誹謗するものであると、だったらそういうものがなぜこの本願では除かれてるんだろうかってことがやっぱり当然問題になってくるでしょ。これここはちょっと今日はやりませんし、ちょっと前にやったかもしれんけどね、やりませんけども、だからもうちょっと消しときようかこれ。だからねやりませんが、ただあれですね、指南書人はやっぱりね、ここのね3つの心が誓われてるってとこ見たときに、私にできないことがなぜここで誓われてるんだってことが当然問題になったと思うんですよ。誠の心って前回言いましたでしょ。誠の心ってのは内と外が一致するって話しましたね。ところが内と外っていうものはこれはどうやっても一致しないですよね。一致しない。信長にはもう泣く泣く書いてますよね、愚徳書っていう本にね。私は外側は仏法を信じてるふりしてるけど内側は疑ってるんだとかね、外側はね大乗仏教信じてるような顔やってるような顔してるけど内側は外道やってんだとかね、そういうのをずっと並べていきます。外側は賢ぶってるけど内側はね愚かであるとかね、そういうことをずっと並べていくところがあります。これ内外体っていうところなんですけどね、内は外はっていうふうにこうやってずっと親鸞書におっしゃってるところがあるんですよ。あ、外は内側だな。そういうふうに自分ってものは外側に見せてる私と内側にいる私ってものは全く違うっていうふうに親鸞書に言う。だからここですよ、ここにね皆さんもこうやって座って、ね、首相層に仏法聞いてますけども、内側は全くそうじゃないってことだ。で私はここに立って首相層に仏法の話をしてますけども、内側は全くそうじゃないってことですよ。そうでしょ、これが私であるって、これが私である。だからここはねインチキ集団なんですよ。ね、これインチキ集団って言って許されるのは新宗の良さだね。これね、他の宗派のところに行って新宗っぽい話をすると怒られたりしますよね。この前曹洞宗の研修会行ってね、坊さんなんか所詮ねインチキなんですからって言ったらね、後で叱られたからね、インチキじゃありませんからって言われて、すいませんだからね、でもやっぱインチキだな。坊主ぐらいね、たちの悪いインチキはいないんですよ。
そう思いますよね。外では仏法大事だよ、阿弥陀さんありがたいとか思いながらね、内側は全くそうじゃないですからね。そうでしょ、慰霊欲と名誉欲のために仏法説いてるんですよ、飯の種にしてるんですよ。そういう私の姿ってあるわけでしょ。どこまでも自分っていうものは内と外っていうものがどうやっても一致しないもんだっていうふうに親鸞聖人は見ていくんですね。ちょっとそこのところをね、読んでいきましょうね。そうだ、一番大事なこと忘れていた。こう言わなきゃ話にならんね。だからね、天神菩薩はね、世尊が一心、奇妙人実法無下光如来っていうふうに、こう言われてるでしょ。世尊が一心ってね、このが一心ですよ。ねえ、お釈迦様、私は一心にしてっていうふうに一番最初にね、だからね、この一つの心っていうことをバーンと最初に出されるんですね。何よりも優先してこれを出されるんですよ。親鸞聖人はこの、じゃあ世心、天神菩薩がおっしゃった一心って一体何なのかってことを見ていくんです。だってなんか一心っておかしいやんかって親鸞聖人は思うんですよ。なぜ思うかといったら、本願文に誓われてるのが3つの心やんかって、こういうわけですね、3つの心が説いてるのになぜ1つの心って書いてあるんだって、こういう疑問を持たれるわけです。そしてこの1つの心と3つの心はどういう関係があるのかっていうことを論じていくんですね。これをね、三心一心の問答っていうふうにこう言うんです。三心一心の問答ってこう言いますね。つまり親鸞聖人自問自答するわけです。なぜこの三心と一心ってどういう関係があるんだろう、本願には三つの心って誓われてるのに一体どういうことなのかっていう親鸞聖人見ていくんですよ。そこでね、親鸞聖人はやはりこのね、一つの心っていうものを心行っていう心で見ていきます。つまりこの四心と心行と欲生我国っていうのはこの心行の一つに収まるってこう親鸞聖人は見ていくんですね。なぜこの心行の一心に収まっていくのかといったら、これは本願力傾向ってことが深く関わってるんだっていうふうに親鸞聖人は見ていくんですが、ちょっと休憩しましょうかね。少しお休みさせていただいてこの続きのお話をさせてもらいます。これちょっとすごい大事なことなんでね、慎重にやっていきますよ。南無阿弥陀仏、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 ね、そしたらじゃあやっていきましょうか。ここまでのところはお分かりになっていただけますか。大丈夫ですか。多分ね、これ、ね、何回も聞かないと分からんところだと思いますね。じゃあ最初の文章、最初のセンテンスから言いますよ。これ全部つながって書いてありますけども、実際の教行信証つながって書いてあるわけじゃなくて、この間に結構長めの文章入ってるんですが、ちょっとここはね、重要なところだけ抜き出してます。でまず一番最初ね、論述の意、三をもって一とせる義、その断り叱るべしといえども、愚悪の修行のために阿弥陀如来すでに三心の願を起こしたまえり、これ願が思念せんやと、で答うってありますね。これどういうことかといったら、論述っていうのはこれ天神菩薩のことを論述ってんですね。天神菩薩はね、非常にね、著作の多い人だったんですよ。書いた本がめちゃめちゃ多いんですね。だからね、専部の論述って言われて、専部の論を成した人であるっていうふうにこう言われるんです。だから天神菩薩のことを論述って言うんですね。陰述って言ったら寺の住職ですけど、論述って言ったら天神菩薩です。で論述の意、三をもって一とせるっていうのはこれさっき話したことですね。だから三つの心ってあるけども、天神菩薩は一心っていうことで説明されたと。だから三つのものを一つにしたって、これどういうことであるとね。でその断り叱るべしといえども、まあ、つまり、これはそのことはちょっと親鸞聖人前に説明してるんですよ。なんで3つのことを1つにするかってことを説明してて、それはどういうことかといったならば、結局このね、修行が救われていくには信心っていうものを1つで救われていくから、この涅槃の死因はただ信心をもってすっていうふうに親鸞聖人言われてるんですけども、私が浄土に往生することが定まるのは信心一つであるから、だからこの信行っていう一つ
この一心というものを表されたんだというふうに椎名氏は説明していくんです。まあ、当然これだけで終わるんじゃなくてね、いろんなね漢字の意味をねずっと並べていってね説明したりされるんだけども、ちょっとそこまでやってるとね時間かかってしまいますから、ここは省略します。だからね、3っていうものを1にしたってことはまあ分かったよとこう言うんですよ。ところがじゃあね、なんでじゃあね我々を救おうとして阿弥陀さんは一心で表されるものを3つの心っていう言い方をしたんだろうっていうふうにこう言ってるんですね、指南書には。これは自分で自分に聞いてるんです。皆さんもやるでしょ、自問自答ってね、これどういうことなんだろう、指南書にもやってはるんですよ、ね、これなんで心行一つのものを指針心行欲生って3つにしたんだろうっていうふうにこう言うんですね。でそれに対して答うって言って、まあ、自分なりの答えをね指南書にはおっしゃってるんです。で、まあ、読んでみましょう。仏意測り方し、これいいですね、仏意測り方し、仏様の考えてることやから分からへんって最初言われるんですよ。これもなんかいいですよね、分からへんと。それは我々には分からんけども、しかりといえども密かにこの心を推するんだからね、分からんけども分からんなりに考えてみるとってことやね。で一切の群情界無視よりこの方ないし今日今時に至るまで、これ一切の群情界ってまあこれ等しい生きるものね、一切の宇宙の等しい生きるものは無視よりこの方ないし今日今時に至るまで、だからもう限りない過去から今に至るまでずっとってことですわ。ずっと絵悪を善にして正常の心なし、苔天義にして真実の心なしって言うんですよね。もうだから汚れ、悪に汚れて汚染されきってるっていう、まあ、これすごい言葉ですよね。絵悪を善って言ってね、まあ、悪に汚れて汚れまくってるって言うんですよ。皆さん怒らないです、ここまで言われてね、お前の心は汚れているって、こういうことですね。でも椎名さん当然自分のこととしておっしゃってるんですよ。私の心ってものはこれはもうずっともう汚染されて汚れまくってると、苔天義にして真実の心なし、つまりもう嘘偽りばっかりだと。だから 外見の格好だけ取り繕ってね、私は善人でございますなんて顔したって心の中はちっともそんなことはないって言うんですよね。苔天義にして真実の心なしと、ここをもって如来一切苦悩の衆生界を否認して不可思議調査用語において菩薩の行を行事たまえしとき、これどういうことかといったら、阿弥陀さんが法蔵菩薩だったときに、阿弥陀さんが法蔵菩薩だったときに、そういう 100% 1ミリの真実もない私のためにとてつもない長い時間この菩薩の行、我々を救う行をやってくれたんだと。その行っていうものは次ですね、三号の初秋一年一節なも症状なることならざることなし、心身ならざることなしと、もうそのとてつもない長い時間、ただの一瞬たりとも、ただの一瞬たりとも清らかでなかったことはなかった、誠でなかったことはなかったっていうんですね。で如来症状の心身をもって遠遊無下不可思議不可笑不可説の取得を成就したまい、そういう心を持って我々を救う徳っていうものをこの成り立たせてくれたんだって、ね、こう言うんですよ。で如来の指針をもって生の一切煩悩悪業邪智の群情界に得せしたまえ、その誠の如来の心をもってこのあれです、一切煩悩ね、煩悩ですね、煩悩と悪業と邪智、だから横島な知恵ですよね、そういう心に支配されている群情界、我々の生きとし生けるものの世界に得せ、つまりエコーしてくださったんだと、差し向けてくださったんだってです。すなわちこれ利他の心身を表す、だ指針っていうのは私の心ではなくって、阿弥陀さんが私を救おうとして立ててくださった心なんだって言ったんです、ね、そして彼が故に疑外交わることなし、だからこそこの心には疑いが混じらないんだって言うんですよ。だからこそこの心に疑いが混じらない、疑外って疑いのことなんですね、疑いの蓋ってありますね、これ疑いって蓋で例えられるんですよ。なぜかって言ったらね、阿弥陀さんの働きっていうものはあまねく届いてるはずなんだけども、なぜそれは私それ救われないのかって言ったら、蓋をしてるからだって言うんですね、疑ってるからだって言うんですよね。でね、指南書にはね、カルが故に疑外交わることなしって、これ非常に微妙な言い方をされるんですよ。
これね、カルが故に義が交わることなしってどういうことかって言ったら、私の心に疑いがないからって言ってんじゃないんです。阿弥陀さんの心が 100% の真実だからだって言うんです。だから義害が交わることがないんだって言うんですよ。分かりますか。これ僕らはね、疑いの心がないって聞いたら自分の中に疑いの心がないことだと思いますでしょ。そういうんじゃないんです。これそうじゃなくって、疑いのない心を差し向けてくださったんだって言うんですよ。カルが家に義害交わることなし、この指針はすなわちこれ首都の尊号をその体とせるなり。この首都の尊号って何かといったら、これ南無阿弥陀仏のことです。南無阿弥陀仏がその体である、中身であるっていうんですね。ここまでよろしいですか。ちょっと難しい文章でしたね。あのこれはまあじっくり家で読んでいただくとしてね、これ何を言いたいかっていうことなんですが、誠の心っていうことは前回お話ししました。内と外が一致した真実の心っていうことですね。ところが我々はそういうふうにはなれないですね。善道大師は、あの外に健全精進の僧を現じて内に苔を抱くことを得されとおっしゃった。つまり外側は賢ぶって善人のふりをするんだったならば、内側もそうでなければなりませんよっていう至極当然のことを言うんですよ。ところが法然上人はね、その教えをそのまま受けつつも、 あれですね、あの内と外が一致するっていうことが大事であると。ということはね、どうやったって僕らはね、あの賢い善人の心なんかならしないと。ならしないんだったならば、そういうね、ドロドロのもううんちみたいに汚い、そういう心を翻して外に出すことができたならば、それもまた私が救われる、そういう縁になっていくんだっていう、こういうこと言われるんですよ。だからあのクソみたいな心っていうものを外に出すことができたならば、それは必要にかなうべしっていうふうにこう言われるんですけども、私の往生の手がかりになっていくんだって言うんですよ。でも親鸞上人はあれですよ、こう言われるんですね。外をかっこつけて中も善人になることはできない。だからといって自分の汚らしい心を外に出すことだって私はできないんだって言うんですよ。まあそうやね、僕らね、何でも俺には正直に言ってええんやでっていう人いるじゃないですか。たまに何でも正直に言ってええんやでっていう人がいてね、じゃあ正直に言うわって言って正直に言ったら、本当に正直に言ってます？言ってないでしょね。えこれ僕らあのあれですね、あの自分の心何でもぶちまけな、今から全部ぶちまけますって言うてね、うわーって言って、すげえなあいつぶちまけまくりとか言うやん。ところがそれだって一番肝心なところは出してないはずですわ。いかがですか。これはやっぱね、もう全部自分守っていくんですよね。自分守っていきますからね、やっぱりね、あのクソみたいな心を外に出すこともできないんですよ。となると親鸞上人どうなるかといったら、あの外に健全精進の僧を現ずることを得され、内に苔を抱けばなりってこうおっしゃってますけど、あの外側は賢ぶった姿ってものをやめることもできなければ、あの内側ももう汚らしい心をどうすることもできないっていう、そういうわがみに泣かれるわけですね。だから私の中にはそういうなんていうか、誠の心なんてのは1ミリもないっていうことは、その私を助けるために法蔵菩薩は一瞬たりとも正常の心でない心でない出ない心でなかったことは、あれちょっと待ってよ、正常の心でなかったことはなかったって、誠の心でなかったことはなかったって。このあと親鸞上人はいろんな経典の文章を引用していって、法蔵菩薩が阿弥陀さんになるときに、もうほんのわずかな横島な不実な心もなかったってことを明かしていきます。それでだからこそね、この指針っていうものは私の心でなくて村井さんの心であると。そしてそのこの指針、誠の心の体は南無阿弥陀仏である、阿弥陀さんの妙法であるってことを明らかにしていくんですね。だから疑いが混じることがないんだって、こう言われるんです。疑いが混じることがないってのは信仰でしょ。この心とつながっていくんですけど、これすっごい大事なことでね、すごい大事なことでね、これね、このこういうことなんですよ。あの例えばね、法然上人がなぜ南無阿弥陀仏、お念仏一つで私が救われるっていう、こういう教えを求めていかれたかってことに、あの当然つながってくる。あのね、法然上人はね、あの
ここでも話したかな、比叡山に登られてね、ずっと修行されて、そこで全く自分ってものが救われなくって、それであれですよ黒谷っていうところに行って、そこの黒谷のところに隠居してね、若いうちから隠居して、その中で永空っていう人のもとで念仏結社があって、その念仏結社でずっとお念仏の死を求めていく。ところが当時お念仏って言ったら2つの意味があった。一つは観仏って言って、自分の心の中で仏を見ていく教え、だから自分の心の中に仏様の姿を思い浮かべていく教え。そんなもん簡単やんと思うかもしれんでしょ、仏様を思い浮かべるぐらいできるよ、よし思うかもしれんけど、そんなことできない、できないね。そんなのね、俺が考えた最強の仏様を想像してるだけであって、仏様でも何でもない、ただ の幻想ですわ。あれですよ、仏様を心の中で見ていくっていうのはね、ものすごいね修行が必要なことなんです。だからね、お念仏って言ったらね、これは心の中で仏様を見ていくことっていうふうにみんな思ってて、それができないやつは南無阿弥陀仏とお念仏申したらいいっていう、ここそれができない人や、それができない時は心の中で仏様をお念ずることができない時は口で南無阿弥陀仏唱えたらいいって、こう教えてるようにみんな思ってたんですよ。で当然源信僧都の往生要集なんか読んでもね、また冠王寺経を読んでも一見するとそう書かれてるように見える。ところが法然上人は、いやそれは違うんじゃないかって A 君に言うわけですよ。 A 君に対して、それは違うんじゃないですか、お師匠さんと、これはお念仏、口で出す南無阿弥陀仏のお念仏こそ優れてるんじゃないですか、こちらが本当にお釈迦様が言いたかったことじゃないんですか。これは冠王寺経等教のね、一番最後のところにね、無量寿仏の皆を保つべしって言って、お釈迦様が阿難にこういうところがあるんですよ。ねえ、何時ね、この無量寿仏の皆を保つべしとね、こういうところがあるんですよ。だから名前を阿難に託したんだから、一番大事なのは南無阿弥陀仏という名前をね唱えることじゃないんですかって、何時よくこの子をため保て、この子を保てとは無量寿仏の皆を保てとなりってこう言われてる。だから法然上人はね、だからこそね、これ南無阿弥陀仏口で唱える念仏の方が大事なんじゃないですかって言うたの。ところが A 君は、何言ってるんやと、これはわしらの師匠の両人上人だって観仏が大事やって言うてんやろって言って、こうやって法然上人も叱るんですよ。で法然上人もね、それにもめげずにね、でもお経には、あ、そう書いてあるじゃないですか、阿難にそう言ってるじゃないですかって反抗します。ほでらその英空は怒って、法然上人もうどしかったっていう話だね。そういうのが残ってる。で法然上人は、南無阿弥陀仏を口で唱えるってことが大事だ、大事なんじゃないかって早くから気づいてた。ところが南無阿弥陀仏を唱えて私が救われるっていう確信がないんですよ。そりゃそうや、皆さんだって南無阿弥陀仏って一生懸命言ってるわけ、言ってません？今日だって言ったでしょ、南無阿弥陀仏唱えたら救われた、うわー救われたってならないですよ全然。さあね、観仏だったら目の前に阿弥陀さんが現れたっていう、これ日本で確かなものがあるんですよ。ところがね、南無阿弥陀仏っていくら唱えても手応えがないんだよね。ねえ、南無阿弥陀仏って手応えがないんですよ。南無阿弥陀仏唱えたら、じゃあ俺変わるかって、変わらへん。でも法然上人はやはり南無阿弥陀仏が本当じゃないかって思ってた。なぜかといったら、法然上人はおおよそ仏教って言っても山岳に尽きるっておっしゃって、山岳っていうのは戒律の戒ってここだったっけ、戒と定と絵であるっていうふうにこう言って、戒律を守って精神を集中して仏の地を得ていくことだっていうふうに、まあ、こういうふうに言われた。で法然上人はあれですよ、自戒の清掃って言われてね、戒律を守ってた人なの。戒律を守ってた人だから、これ不思議ですね。あれですよ、おおよそ仏教っていうのは戒律を守って精神を統一して、そして仏の知恵を得ることだって言われてるでしょ。法然上人は誰よりも戒律真面目に守って、そしておそらく精神統一の修行もいっぱいやっててね、これ法然上人のね原稿録で西方指南書ってあるんだけど、その中にね三昧法得記ってのがあってね、
法然上人がね、このいわゆる上禅って言ってね、精神を集中して阿弥陀さんとその浄土を見た記録が残ってるんですよ。だから多分これもできてたんですよ、法然上人は。これもできとったし、これもできとったし、さらに知恵第一の法然坊って言われて、まあこれはもう学問上の知恵であって仏の知恵と違うと思いますけども、誰よりも尊敬されるような方であったわけでしょ。そしたらね、仏教ってものが戒律とそれから浄とそれから絵であろうって、こうやって大きな声で言うともよかったはずやん。法然上人は胸張ってさ、自戒の清掃だよ。ね、戒律守ってるふりして奥さんめとったような人と違うんですよ。そういう人はね、これを否定しないんですよ。ね、でも法然上人は自分がそういうのを懸命にやっていったからこそね、多分何かに気づいたんですよ。これだから法然上人言ってますよ。私は戒律守れないって言ってるんですよ。守ってるやんと思いますね。守れないって言うんですよ。私守れないって言うんですよ。戒律を守れない、一つの戒律も守れないって言うんです。これやっぱり深いところを見ていくんですよね。体でね、ルール守って守ってるふりをしとっても、自分の心はどうにもならんって言うんですよ。じゃあ精神統一できるのかって言うと、それもね、できないって言うんですよ。できない。自分の心は猿が木から木に、枝から枝に移っていくようなもんで、どうにもならんって言うんですよ。ほいで、じゃあ仏の知恵を得れるかって、そんなやつが得れるはずがないって書いたの。でどうしたらどうしたらって悩まるわけでしょ。どうしたらどうしたらって悩まるわけでしょ。どうしたらどうしたらって。ねえ、仏教ってのはこれは3つであると。仏教はこの3つである。でも私はこの3つのうち1つもできない。山岳引きであるっていうふうにこう言われて。でも山岳ができない私が救われる仏教があるだろうか。これはもう大変な矛盾ですね。山岳が仏教だって言ってるのに、山岳ができなくても救われる仏教があるかって言ってる。仏教じゃない仏教あるかって言ってるのと一緒ですよ。あるはずがない。でも法然上人はやっぱりそれを求め続けたんです。なぜなら仏の知恵っていうものがね、仏の慈悲っていうものが、一人で浄土に生まれてそれで満足するような慈悲じゃないからですよ。さっき何回も言ったじゃないですか。これは最も虚しい姿だと。あらゆる世情を助けて、そして自分も救われていくっていうのが菩薩の姿だったならば、絶対にこれは私を見捨てないその法っていうものがないはずはないと思ったのよ。法然上人はね、ないはずはないと思ったの。こういうことはね、法然上人思われたの。で、法然上人は、まあ、黒谷の法門像ってところにこもられて、そして何回もお経を読まれる中で、このあれですね、準備仏願語という言葉に出会われた。これ何かといったら、かの仏願に準ずるがゆえにって、なぜ何万打仏で救われるのかっていう、なぜ何万打仏が救いなのかっていうことをね、ずっと見ていた時にね、これ僕らはね、なぜ何万打仏が救いなのかっていうふうにこう言われたらね、どういうことを思うかと言ったら、南無阿弥陀仏を唱えたらどう心が安心するんですかとかね、南無阿弥陀仏唱えたら浄土にちゃんと往生できるんですよねとかね、そういう南無阿弥陀仏を唱えることの取引条件として、それによってもたらされるものは一体何なのかっていうことを見ていくわけでしょ。これはそうじゃないですか。例えばね、神社行ってガラガランってやると、お賽銭投げると、でこれお願いしたら交通事故には合わんのやねって、これあれですわね、ディールですわ、取引ですわ。だから法然上人も何万打仏唱えたら私どう変わるのか、仏になる身になれるのか、私はどう変わるのかって、そういうことをずっと思ってたに違いない。それが全くわからんし、唱えたところで何も変わらんから、本当に何万打仏って何なんやろうかと思ってたと思う。でもこの文章に会った時に、その法然上人の心は砕けたんだね。何が砕けたかって言ったら、そういうことじゃなかったって気づいたんですよ。南無阿弥陀仏というその行を阿弥陀さんが用意してくださってるっていうことは、戒律も精神統一も仏の知恵を得ることもできない私を救おうとして、この行を選び取ってくださったんだって気づいたんです。つまり本願の中にはどうやっても仏道を歩めない私の存在があったっていうことなの。これもう大きな転換なの。ものすごい大きな転換なんです。これ法然上人は千尺本願念仏集ってのが書かれてるでしょ。
千尺本願念仏集、これ千尺本願念仏集、千尺集って言いますけどね、千尺本願念仏集って、この千尺本願って選び取るってことでしょ。選び取るってのはこれね、俺は戒律も俺は上善も俺は仏の知恵を得ることもできないからお念仏にさせてもらいますっていう意味じゃないんですよ。そうじゃなくって、仏阿弥陀さんによって私のために南無阿弥陀仏が選ばれたっていうことなの。わかりますかね、これね、これ大転換なんですよ。自分がどうやったら救われていくかっていうことをずっと見てって、それに念仏というのはそうするのかどうかってことを問題にしてたの、法然上人は。ところがそれがぐらっとひっくり返って、阿弥陀さんが私を救うために念仏という行を選び取ってくださってたんだって気づいたの。絶対に私を諦めないって、これは仏さんってのは当然そういう慈悲の働きを持つはずだ。でも本当だろうか、私は見捨てられてるんだろうかってこう思いますよね。その時に南無阿弥陀仏を唱えて救われていくっていうこの本願が説かれているってことは、あ、この本願を阿弥陀さんに立たせたのは、作らせたのは、この願いを阿弥陀さんに願わせたのは俺の私じゃないかって。阿弥陀さんによって選ばれたようだけど、阿弥陀さんに選ばせたのは私だ。こうなると本願と私ってもう一つになるんですよ。これはだからね、大転換なんですよ。私がどうやったら救われるかじゃなくて、阿弥陀さんがどうやって私を救うかっていう視点の転換なんです。これを見た時に、だからね、あれですよ、これ非常に単純な文章だよ。かの仏願に準ずるが言えないって、仏様がそう願ってるからだって禅道は言ったんですよ。僕らは本どうして阿弥陀さんが南無阿弥陀仏が救いなん、南無阿弥陀仏唱えたらわしどう変わるんとか思うやん。禅道大師はそういうことじゃない、違う、それが仏がお前に願ったんだよ、そういうふうにと、この願いを選ばしたのお前だよ仏にって言うんですよ。これは法然上人はその時に救われたって言われてる。あのね、黒谷の中で涙ボロボロ流して救われたって言われてる。親鸞上人も一緒ですよ。ね、これどういうことかって言ったら、親鸞上人は法然上人がね、まあこれ問題にしてないってわけじゃないよ。でもあの禅道大師の伝統に従ってここの文章っていうのは、まあ、あの引用される時に消してしまわれるんですね。これはあのあれです、法然上人は南無阿弥陀仏にこの三つの心ってもう備わるものだってこう言われる。でも親鸞上人はおそらく納得いかなかったんですよ。いや聞いてみないと分かりませんよ。ねえ、親鸞上人実は法然上人のあそこのとこ納得いかなかったんでしょって言ったら、いやいやそんなことはないな法然上人だってここ思いっきし問題にされてますからね、一応ね。でもまあ親鸞上人はやっぱりここのところをじっと見られてね、なんで私に起こしようのない心を、ああ阿弥陀さんは私に願われたんだろうかってこう思いますよ。ここでじーっとお経を見てた時に気づいたことがあった。法蔵菩薩は私を救うために一秒一瞬たりとも誠の心でない時はなかったんだって気づいた。そういうことはどういうことや、つまりね、 100% の真実を持って僕を救おうとしたということは、その法蔵の菩薩行の裏には1%の真実もない私ってものがいるはずなんです。わかりますか。なんで 100% の真実の修行されたのか、1ミリも真実の心、誠の心を起こしようがない私がそこにいたんですよ。だからだって親鸞上人に気づいたの。これは阿弥陀さんがね起こした心だと、指針ってのは。なぜ誠の心ってここに誓われてるかといったら、私に誠の心が一ミリもないからだ。だからこの誠の心を阿弥陀さんに起こさせたのは私だ。となるとこの三心三つの心の中には私がいるんですよ。私が確実にいるんだ。そのね、指針というものが、だからあれですよ、四徳の尊号、あの南無阿弥陀仏として私にエコーされてると、これが阿弥陀さんがあらゆる主情をみんな一緒に救われていこうって誓われたその本願のエコーの姿だって気づいたの。
はあ、びっくりしたと思いますよ。だからあれですよ、自分の心見ても疑いばっかりや、疑いばっかりの私がなんで疑わないで救われていくなんて書いたんだと、はあ、そういうことか、 100% の疑いしかないから 100% の信心が解かれたんだって。これはまあ次の信仰ってとこですね。あの真ん中のね、あのセンテンスを見てくださいね。まあまあ時間がないな。次に信仰というは、すなわちこれ如来の満足大師遠遊無下の信心会なり、このゆえに利害建造あることなし、軽々に信仰と名付く。つまりこれはですね、あの信仰ってのは阿弥陀さんが私を救おうとしてくださった完璧な心だって言うんです。だからこの中に疑いなんか混じるはずがないんだって言うんですよ。彼が故に信仰と名付く、すなわち利他栄光の指針を持って信仰の体とするなりたでしょ。つまり私を絶対に救うと誠の心を起こされた、それが私にエコーされた姿が、つまり差し向けられたね、南無阿弥陀仏になって私に誠の心が差し向けられた姿が信仰だって信仰者には言うね。だから疑いが混じるはずがないんだよって言うんですよ。で、どこまで読んだっけ。あ、ほら。しかるに無視よりこの方、一切群情界、無明界に露天し、少林に沈明し、周九輪に下爆せられて、症状の信仰なし、今までずっと迷い続けてきたと。ずっと迷い続けてきた。そこに誠の心なんて入り込む余地はなかった。法理にして真実の信仰なし。ここをもって無情苦毒、あの、地遇下学。最初の上心逆得しがたし、だからもうずっと迷い続けた私に誠の疑いのない信心なんてどうやったって入り込む余地はなかったんだよって親鸞聖人は言うんですよ。で、ここをもって無常孤独、ああこれ読んだで、一切凡生一切児の中に頓内の心常によく全身を汚し、心臓の心常によく宝座を焼く、旧作吸収して図念を払うがごとくすれども、すべて増毒雑種の善と名付く、また苔天気の行と名付く、真実の業と名付けざるなりって、この苔増毒の善をもって無量光明度に生まれんと欲する、これ必ず不可なりってこうあります。これどういうことかって言ったらね、皆さんの中にもさ、ほら阿弥陀さんのことちゃんと信じてるよ、大丈夫だよって思う人いるかもしれませんね。ところが親鸞聖人は、たとえあなたがね、頭についた毛を振り払うような覚悟でそういう心を求めたとしても、それは実はインチキなんだって言うんだよ。 あの頭に火ついたことあります？僕あるんですわね。あのね、あのお仏壇でさ、手前にろうそく置いてあってさ、奥にさ、あの香炉が置いてある家があるんですよ。で、手前のろうそくに線香つけるでしょ。ほいでさね、そのまま立ち上がってこうやって香炉に入れるのめんどくさいやん。だからそのままカリシャーって手でこうやってこんな風にうんって感じで手伸ばしたら、この紙のところがろうそくで焼けてですよ、変な匂いがするんですよ。チリ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 って、うわっ、たたたたた、こんな覚悟で仏法を求めたことあるかい？ないでしょ。ほいでしょ、今日は暇だから YouTube でフォアでも聞くか、はぁーって感じで、あの頭に火がついたら寝てるとこじゃないぞ。もう必死になってね、仏法を求めて、俺は求道してるんだ、真実を求めてるんだ、浄土に生まれたいんだって、こうやってあんた思ってるかもしれないけども、それは先不インチキだって親鸞聖人は言うんですよ。なんで増毒であるって、毒が混じってる、なぜ毒が混じるって言うかといったら、結局私は自分を満たすために仏道を求めてるからな、私のためなんだよこれ。あまねく諸々の衆生とともに安楽国に往生せんなんて心じゃないんですよ。俺が救われて、俺が助かって、俺が満たされたいってやつですわ、ありがたくなって。それはだからね、そんなものは増毒だって言うんですよ。で、そんな頼りない心ですらね、あのあれですよ、あのあれだ、頓内の心常によく全身を汚し、心臓の心常によく宝座を焼くってあって、つまりさ、なんか頭に来ることとかあったらさ、仏法のことなんか忘れるじゃん。夫婦喧嘩とかしたら昨日聞いた仏法なんか法話なんか全部忘れるやろ。で、あれでしょ、なんか欲しいもんがあったりとかね、あのあれさ、今日のお話ね、よかったなって、阿弥陀さんありがとう、何万だもとか言いながらね、車乗ってて綺麗な人が歩いてたり見てて、それもうそれも聞いてしまう。だからもう、あのそんな頼りない心ですら
私は保つことができないって信頼書には言う。あんただからね、疑いなく仏法信じてると思ったら大間違いだって信頼書には言うんですよ。そのあんたの心の中にそんなものはかけらもありゃせんって言うんですよ。それは自分はそういうつもりでいるかもしれないけども、そんなものは全部あんた嘘っぱちだろって言うんですよね。で、あれです。で、続き読みますね。で、あれです。この故家増毒の善をもって無量光明度に生まれんと欲する、これ必ず不可なりって言われてね、そういう自分でこしらえた信心っていうものを持ってお浄土に生まれようったってそうはいきませんよって言うんですよ。で、あれですね、何をもっての家に正しく如来菩薩の行を行じたまえちとき、これ阿弥陀さんが法蔵菩薩だったときってことでね、三号の諸宗ないし一年一節なも義害交わることなきによってなり、法蔵菩薩が我々を救って阿弥陀さんになろうとしたときに、私たちが、もう私がって言った方がいいかな、私が仏になることを全く疑ってなかったって言うんですよ。なぜなら私は疑いしかないからだ、信じてるようでも信じてないからだ。だから阿弥陀さんが仏になるときに私が浄土に生まれて仏になることを全く疑ってなかったからだ、1ミリも疑ってなかったからだ。この心はすなわち如来の第一心になるがゆえに必ず法度の症状の因となる、この阿弥陀さんの心こそが私が浄土に生まれる種だって言ったんですよ。如来苦悩の群情会を否認して無下広大の上心をもって生涯にえせしたまえり、これを利他真実の信心と名付く。つまりこの信行でいうところの疑いない信心っていうものは、阿弥陀さんが私を助けるためにエコーしてくださった真実の心である。なぜなら私の中には阿弥陀さんを信じる心は一かけらも存在しないからだ。つまり法蔵菩薩がね、私のことを一瞬たりとも疑わずに菩薩の修行をしたのは、その中にはそういう修行をさせたのは1ミリも仏様を信じることができない私がいるからだ。これが証なんです。そうですよ。私が 100% 疑いのない心になるから救われていく意味になるんじゃないですよ。これみんな勘違いするんですよ、これ。そんなのあんた幻想ですよ、そんなもの。思い込んでるだけだ、自分で。自分は空っぽなんだ。空っぽだからこそ、その空っぽの心に何万アンダーブとかなだれ込むんだって言うんですよ。そういう私がいるから、100% の誠の心、疑いのない心というものが、ここで誓われてるんだ。誓われたという事実が、私が阿弥陀さんに救われるという証だ。法然上人の千尺金剛と一緒です。念仏をして救われるようになるんじゃないんです。念仏という行を阿弥陀さんが選んだということが私の救いの証である。これが何万打仏だ、法然上に見られた全く一緒だよ。これ私は空っぽだから 100% の真実の信心ってものを阿弥陀さんは用意してくれた。こう用意したっていうことが、自分がこの本願の中のこの誓いの中に私が入ってる証だ、見捨てられてない証だって言ったんです。で最後いきますね。もうあと最低でも10分ぐらいで終わらせんと。次に欲生というは、ここまで来ましたね。欲生というはすなわち如来生の群情を召喚したもの直面なり、これはちょっと難しいですよ。ちょっと先読んでいきますね。すなわち真実の信行をもって欲生の体とするなり、ね、この信行っていうものが実は欲生であるっていうふうにまず説かれるわけです。そしてね、いいですか、いいですか、誠にこれ大小凡小上三自力の栄光にあらず、カルが故に不栄光と名付くるなり。つまりこれはね、私たちが、精神統一をしたりとか、あるいはいろんな功徳善を積んで、そしてそれを阿弥陀さんに栄光するっていう意味ではありませんよ。そうじゃありませんよ。そうじゃありませんよ。カルが故に不栄光と名付くるなり、つまり私の側から仏様に差し向けるものは何もありゃしません。しかるに未人界の有情、煩悩界に露天し、生死界に漂没して、真実の栄光心なし、症状の栄光心なし、この上に如来、一切苦悩の群情界を厚愛して、菩薩の行を行事たまいしとき、
三号の諸州ないし一年一節なも栄光神を主として大飛神を成就することを得たまえるがゆえに、義他真実の欲生心をもって紹介にえせしたまえり、欲生はすなわちこれ栄光神なり、これすなわち大飛神になるがゆえに義害交わることなし。これ不思議なこと書かれてるんですよ。この欲生って何かといったら、これが栄光であるっていう、栄光神であるって言うんですね。これ栄光神であると。これなんでやと思います？こう不思議ですよこれ、まあ、この後信頼書にはここのとこずっと言ってるんだけどね、あのここで大事なのはね、このね、このここの欲生っていうのはね、阿弥陀さんが私を呼ぶ言葉だって言ってるんですね。これ不思議なんですよ。なんでやと思います？これね、あの召喚したものの直名なんて書いてあるでしょ。この召喚とか直名っていうのはね、一体指南書人はあのどういうところから取ってこられたのかって言ったら、禅道大師の二和白道の例え、二和白道の例えで ね、もう思い出してください。まあ、時間ないからね、あの丁寧な説明はできないのが残念ながらだけど、これはすごく大事なところなのよ。二和白道の例えて覚えてる？こっちが水の川で、こっちが火の川で、真ん中に白道があってね、でここのところでね、これあの旅人が立っているでしょ。でこっちがこれ浄土であり彼岸 でこっちが江戸であり志願ですよ。今日昼間この話してきたんだ YouTube で。であのこれね、この人がね、ここに来た時にこの細い白道、これはこの浄土に生まれたいって心なんですよね。これだ、浄土に生まれたいって心の願往生心、願往生心ですよね。で、ね、この願往生心、ところがこの願往生心って、つまり浄土に生まれたいって心はむちゃくちゃ狭いって法然、あの禅道大師は言う。なんで狭いかって言ったらね、私の中にね、あの浄土に生まれたいなんて心本当はないんだって言うんですよ禅道大師は。なんでかって言ったら、その心っていうのは欲の心と怒りの心、水と火に焼かれては濡らされて、もう今にも消えにそうなんだって言うんですよ禅道大師は。これどういうことか言ったらね、僕が浄土に生まれたいって心は、私の都合や欲や思いを満たしたいっていう心であって、本当の欲生心じゃないって言ってるんですね、私の側からの道ってのは。そうでしょ、ね、お浄土に生まれたいって言ったらね、俺が満たされて幸せになりたいって心なんですよ。これはあらゆる生きとし生けるものと、みんな救われていきたいっていう心とは、真反対の心なの。真反対の心なんですよ。本当の菩薩の心っていうのは、生きとあらゆる生きとし生けるものをみんな救って、俺は最後だって言ってるんですよ。ところがあのこの行者っていうのはね、ここに軍属悪獣がわらわらいるにもかかわらず、俺一人でこっち行きたいと思ってるわけでしょ。つまりこの心っていうものは、本当に浄土に生まれたいって心じゃなくって、水の心欲ね、怒りの心火ね、これに現れて焼かれてるような私の都合だ。自分から出ていった浄土に生まれたいっていう心は偽物だって禅道大師は言ってる。ところが、ね、偽物だって言った時に、この旅人はうるたえるんですよ。うわ、こうもうこんな自分の心なんか頼りにできないんだ、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだと、こんな道を歩んでいったって、私は浄土に往生なんかできやしない、どうしたらどうしたらって、どうしたらどうしたら、渡ることもできないし、とどまってたって死んでしまうし、死に添えたって死んでしまう、どうしたら、こう旅人が思った時に、あのでもどうせ死ぬんだったらこの道を歩んでいこう、こう思って旅人は言う、すでにこの道あり、必ずどすべし、すでにこの道ありっていうのは、もうこの道があるって言うんでしょ。こうもうこの道があるってどういうことかって言ったらね、ここに柱がある、この柱ってのは皆さんが来た時にはもうここにあったはずだ。ってことはすでにこの柱ありだね。すでにこの柱ありってことは、この柱は私が作ったんじゃない。わかりますか、私が作ったんじゃない、すでにこの道あり。どれだけお前の浄土往生の心なんか偽物だとか、欲生心なんてのはインチキだったとか、そんなことをどれだけ言われたとしても、私は仏教を聞くことをやめることもできないし、仏道を求めることもやめることもできない。全部偽物だって分かってても、その道を求めずに折れない。ということは、私の中にどうやっても生じがたい
この白い道があるということは、足元にその道があるということは、この道は私がこさえたものではないはずなんだ。すでにこの道あり、必ずどすべしっていう。その時にこちらの岸からこの西に向かって行きなさいっていうお釈迦様の呼び声と、呼び声というかおすすめる声と、そして阿弥陀さんのこの道をそのまま来たれっていうね、何時新少年にして直ちに来たれっていう声が聞こえる。この阿弥陀さんが私を呼ぶ心を親鸞聖人は直命って言ったの。如来が私を召喚、叫んで呼ぶ直命、絶対に逆らえない命令だ。直命って天皇の命令ですわ。これ召喚ってのはね、召喚の喚ってのは叫びってことなんですよ。阿弥陀さんがだからね、あれね、おい、はいはいとか言ってんじゃないんですよ。こーいって言ってるんですよ。声の限りに阿弥陀さんがこーいって言って、こうやって叫んでるそのね、声、これが何万打仏だって、こう言うんですよ。これが白道だって言うんですよ。私から見たら欲や怒りによってもう消えかかってるような頼りない道でしかないけども、これは実はね、阿弥陀さんの側から見たならば、絶対にお前をこの浄土に往生させてみせるっていう叫びなんですよ。これが今私の中に届いてる、これだって信者に思った。私はあらゆる衆生とともにその苦毒、善根苦毒をみんなに分け与えて共に浄土に往生していこうなんていう、そんな思いはかけらもないって言うんですよ。だからこそね、あらゆる衆生をみんな救うっていうね、この阿弥陀さんの絶対に逆らえないこの叫び声が今私に何万打仏として届いてるんだ、これが欲性じゃないかって、こう親鸞聖人は言ったんですよね。私の側から見たらこれは不恵行である。つまり僕の側から共にみんなと歩んでいって、阿弥陀さんにみんなに自分の孤独を分け与えていこうなんて、そんなものあるはずがない。私の心の中は都合しかない、自分の思いしかない。でもそういう私だからこそ、阿弥陀仏はずっと私のことを叫んで呼び続けてるんだ。これが何万打仏だ。この叫び声は諸仏を通して宇宙全体に広がって私のもとに今届いてるんだ。からね、だから親鸞聖人はね、この信心のことをね、往生信心の願って言うんですよ。これ、この十八願のことをね、往生信心の願って、私に差し向けられた信心の願いである。だから私の心じゃなかった、これは阿弥陀さんがずっと私を呼び続けてる心だった、私をずっと呼び続けてる心だった、これが欲性ってことだ。僕は浄土に生まれたいなんて心はさらされないと。あるとしたってそんなものは全部嘘っぱちであると。このだからね、浄土に生まれたいっていう心じゃなくって、法蔵菩薩が私と共に浄土に生まれていきたいって願ってる心だったって気づいたんですよ。それは全部、これ全てはこれは一句の尊号、南無阿弥陀仏を体として私にエコーされら。だから世親天神菩薩はこの三心というものは一つに収まるって言ったんだって。その一つに収まるものを私はトンチキでアンポンタンだから、それだけ言われたってわからない。だから阿弥陀さんは本来一つで済むことを三つに分けて私に教えてくれたんだって。ああそうかと、これは俺の心なんかじゃなかった、これは私の思いとか私の誠なんかじゃなかった、全部何万打仏によって私にもたらされた阿弥陀さんの願いだったの。こういう願いを立てたのは、それは私がそういうものでしか救われないものだからだ。かけらの真実もない私だから 100% の真実の願いを起こした、ここに私が救われる証があるって、こう親鸞聖人が言ったの。私の心の中でこんな心を起こさなあかんって言ったら、俺はどうにもならへん。だから親鸞聖人は悩んだでしょうね。でもここをね、よく見ていった時に、あ、そういうことだったのか、これは全て本願力栄光だった、阿弥陀さんの働きが私に差し向けられた姿であったって、こう見ていった。これがね、あれです、ここの今日のお話したね、ですね、あれですよ、
こういう本願力栄光、異動群情小一心っていうところの、まあ意味かと思いますね。なんとか10分に終わることができました。というわけで今日はこれで、何万打仏何万打仏何万打仏、まだまだ世心は続きます。何万打仏。